さあ、もし日本が真珠湾攻撃をしなかったら、後編の時間がやってきたわ。何のこっちゃって思っているあなたは、まず前編から見てみてね。今回やるのは、前編のような真珠湾攻撃そのものが起こらなかったパターンだよ。それじゃ、行ってみようか。日本の勝利？それで早速だけど、どうなるの？結論から言うと、日本の第二次世界大戦勝利か、ソ連の覇権国家が樹立するか、かな。あくまで僕の考察だけどね。日本の勝利か、ソ連の勝利？そんなに違うの？アメリカが第二次大戦に参戦してきた理由は、ある意味、真珠湾攻撃があったからだからね。ルーズベルト大統領による石油禁輸や鉄鉱石の輸出停止、そしてハルノートがなければ、日本だってアメリカに攻撃しようとはしないでしょ。アメリカも第一次大戦で多くの被害を受けたから、世論は戦争反対の平和主義だったし。確かにそうか。日米戦争自体をする意味がなくなるってことなのね。そういうこと。だから日本の敵はソ連に向かうんだ。ソ連、なんで？ソ連は共産主義だったのは知ってるでしょ。一方、日本は天皇制。相入れない存在だからこそ、お互い仮想敵国だったんだ。日本陸軍も満州や朝鮮に侵攻する際、ソ連と利害が衝突してたから意味嫌っていたしね。そしてそれが真珠湾攻撃をしなかった際に日本が勝利する条件になるんだ。シャル、なんでだと思う？独ソ戦に日本が介入できるから？そう、対英戦争に膠着状態の最中、ドイツが生存権を確保するために起こったこの戦争、日本が介入すればソ連は東西からの挟み撃ちになる。そして世界最大の軍事力を持ったソ連を倒せて勝者になれたんだ。これはイギリスの首相だったチャーチルやいろんな指揮者、軍人も言ってることだよ。史実じゃ中ソ中立条約があったから参戦しなかったけどね。ヒトラーも日本がいてくれたらみたいな言葉を残しているんだ。あ、じゃあもしかしてアメリカが日本に対して禁輸を仕掛けたのって？うん、日本が独ソ戦に介入させないためっていう説もあるよ。そんな裏描写があったのね。日独ソの戦争。それで話を戻すけど、日本が介入イコール勝利って背景はこういう理由があるんだ。まず独ソ戦中、ドイツの目標はモスクワで、ソ連はそれを死守するという構図だった。史実じゃドイツは大敗を喫したんだけど、その理由が極寒の冬将軍と極東ソ連軍の存在。でももしこの極東ソ連軍の相手を日本がやっていたとしたらどうなる？そうね、ドイツは壊滅的な大ダメージを受けなかったかもしれないね。機械化戦力では圧倒的にソ連の方が上だけど、日中戦争の経験と潜入作戦、そして野戦によって対等に戦えるって分析が日本側にはあったんだ。おまけに海軍の艦砲射撃と航空戦力で重要拠点のウラジオストク港を制圧、そして挟み撃ちにすればソ連を撃破可能。歴史が変わったかもしれないんだ。流れ一つでどうも変わるのね。ソ連の覇権。まあでもこれもまた流れ一つで一気に変わるけどね。あ、それが最初に言ってたソ連の覇権のこと？そう、日本がウラジオストク港を制圧するまで流れは同じだけど、スターリンがそのまま侵攻を許すわけがない。シベリアを譲って休戦状態にもできたはずさ。モスクワを取られるよりマシだからね。日本も対ソ連の陸軍と対アメリカの海軍を対立させないためにそれを飲むかもしれない。そうすればソ連はドイツだけに集中できる。もともと冬将軍で疲弊していたドイツ軍相手だし、モスクワ防衛に成功する可能性は十分あった。仮に攻略されたとしても、ドイツの覇権を野放しにしておくイギリスじゃない。何かしら手を打つでしょうね。例えばアメリカの参戦を要請するとかだね。例えばイギリスがアメリカの船を破壊してドイツの工作だとでっち上げる。ドイツは陰謀だと訴えるだろうけど、プロパガンダ一色のナチスじゃ無視される可能性あり。そうなったらアメリカ参戦だ。
たとえそうならなくても妖狂主義者で親ソ連のルーズベルトがソ連に軍需協力するかもね。そうして援助を受けたソ連はモスクワを奪還、ドイツを撃破できるというわけだ。そこで追加のノルマンディ上陸作戦が来たら、ドイツは史実以上の損害だろうね。恐ろしい。覇権国家の誕生。まあノルマンディ上陸作戦自体はアメリカの参戦がないと厳しい。だからここまで行ったことは起こらないかもだけど。でも弱ったドイツ相手に数の力と軍需協力があればソ連の敵じゃないんじゃない？そうだね。ソ連がドイツを飲み込んで支配下に置く。その後軍備を増強したソ連が日本へ侵攻。ソマン国境で日本陸軍との戦争になるだろうね。機械化戦力とドイツとの戦闘経験で日本より優位に立つかもしれない。艦隊勢力も史実じゃソ連の方が下だけど、ドイツを飲み込んだからその差は縮まってるかもね。結果他国の増援を見込めない日本は大敗。仮にアメリカが禁輸してきたらもっと悲惨だね。日本集中砲火ってわけね。その後スターリンによって立て直された日本はソ連の傀儡国家として共産主義政府を設立。そうして東アジア全土を支配下に置いたソ連の世界覇権が誕生するってシナリオだ。史実通り妖狂主義者のルーズベルトが脳卒中で亡くなってももう遅い。戦争をしなかった孤立主義のアメリカはソ連の覇権を眺めるしかないだろうね。共産主義と資本主義の対立による冷戦も戦力差がありすぎてこれじゃ成り立たない。まさにソ連の世界征服ね。でも人々の思想までが潰されたわけじゃない。もしかしたら暴力の抑圧に耐えきれなかったり、ソ連の脅威から身を守るために兵器を開発するかもね。それこそ SF で出てくるような特殊兵器や核兵器だったりするかもしれない。そしてそれが使われるのは第三次世界大戦だろうね。某反逆ロボットアニメみたいな話だけど、一歩ずれてたらそうなってた可能性もあるのよね。どちらにせよ史実じゃ大量の殺戮が起きたし、別の世界線だったとしてもやっぱり大量の殺戮と最悪の未来が待っているかもしれない。結局戦争をやっていいことなんてないんだ。100万人殺せば英雄って皮肉の言葉をもっと刻み込むべきだね。そうね。できれば戦争が来ない未来をずっと祈っているわ。どうもこんにちは、シャルロッテよ。今回もいかがだったかしら。真珠湾攻撃をしてもしなくてもいろいろと大変なことになるみたいね。ちなみに真珠湾攻撃の時、日本艦隊の兵員たちはこのようなものを食べていたの。朝食は握り飯、ボイルドベーコン、きんぴらごぼう、味付け昆布、たくあん。昼食は握り飯、おでん、たくあん。夕食は弁当、煮込み、梅干し。そして夜食は乾パンと肉団子よ。これらは一般の乗組員のメニューで、攻撃に参加した搭乗員のメニューは違ってくるわ。彼らは爆撃前に鉄火巻き、卵焼き、煮しめ、リンゴ、紅茶を食べていたの。結構いろいろ食べていたのね。あなたは大事な時の前に何を食べておくかしら？ぜひコメント欄で教えてね。